はあ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は、現環境最強 LMLW 選手トップ10の紹介になります。今の環境の中でですね、強い LMLW の選手たちをトップ10で、紹介をしていければというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずは第10位ですね。第10位は、サンダーストラック、アンスファティです。アンスファティ。ファティに関しては、まあ、能力も上がりましたし、冷静さの部分のこの90っていうのが、個人的にはでかいな、というふうに思います。パスもめっちゃうまいっていう方ではないですけれども、この冷静さの影響によって、まあ、そこまでミスをしないという、そういう選手になりますね。で、シュートも結構決めきることが、できますし、なんといってもドリブルの軽さと、まあ、単純なスピードがあるっていうところが、サイドアタッカーとしては素晴らしいな、というふうに思います。まあ、4-4 あって、ある程度使いやすい。トリックスターのね、プラスじゃなかったら、なんか、よりなんか多くの方にはもっと刺さってたのかな、というふうには思うんですけど、ただ、普通にドリブルも軽いので、個人的には、普通に強い、そういう LW の選手になります。で、そして第9位ですね。第9位はセンチュリオンズ・ラッシュフォードです。ラッシュフォード。ラッシュね、あまり相手に見ることっていうのは、今の関係だと少ないかなというふうには思うんですけど、ただやっぱりこの人もスピードっていうふうな部分があって、ただ小さい選手ではないんで、フィジカルが意外と強くって、ゴリッといくことができる選手になりますね。逆足さんっていうところはね、ちょっと残念ではあるんですけど、ただまあシュートの能力と、レーザー85っていうところで、意外と逆足さんでも、まあ決めてくれる時もあるっていう、そういう選手になりますね。右足打てれば全然、入る選手になるんで、決定力は、この人も高い方の選手かなというふうには思いますね。まあドリブル自体はやっぱりファティよりかは重たい選手にはなるんですけど、ただ、ほんとゴリッといける力っていうのがやっぱりあるので、まあおすすめかなというふうに思いますね。で、そして続いては第8位ですね。第8位は TOTW、ソン・フンミンです。ソン・フンミン。まあソンをね、サイドアタッカーとして見ると、まあ8位ぐらいかなっていうふうなところ、ですね。やっぱりね、スピードももちろんあるのでいいんですけど、より速い方がいいなっていうのは思いますね。で、ドリブル自体は、重たさっていうのは、まあ、なくはないんですけど、ただ全然モテる選手かなというふうに思いますね。だけど、まあ、ファティとかと比べると重たいかなっていうふうなぐらいですね。で、やっぱりサイドの選手として、やっぱり突破力っての部分では、まあ少し劣るかもしれないですけど、ただやっぱり中に切り込んでの今週、シュートという部分でかなりプラスのポイントが、あるので、マジで決定力が本当に高い、サイドの選手かなというふうには思いますね。で、今週のプラスついてるので、マジで巻いてのシュートっていうのが、ちゃんと決め切ることができるし、理不尽さっていうのを、感じる選手にはなりますね。本当に素晴らしいです。マジで素晴らしくって、まあサイドの選手というよりかは個人的にはやっぱ ST とかで使った方が、一応この TOTW のねカード登録 LW っていう風なことになってますし、 LW のねランキングにはなるので、まあちょっと今回この8位に、ソン・フンミンはしました。で、そして第7位ですね。第7位はダイナスティーズアイコンリバウドです。リバウド、まあ、リバウドに関しても能力非常に高く、なりまして、特に逆足かな、2から4に上がってるっていうのは、非常にでかいと、いうふうには思いますね。で、パスも上手いし、シュートもね、しっかり決めきることができるし、レースザー92あるっていうのは本当に素晴らしいと思います。で、スピードも速いし、こういうのもフィジカルあるんで、スキル5こそないですけれども、ちょっとラッシュフォードと同じような感じで、フィジカルでゴリッといけたりする、そういうところもいいのかなというふうに思いますね。で、一応テクニカルのプラス備えてるんで、ドリブルが重いなって感じたら、まあ、そのコントロールスプリントでぐんぐん運んでいくっていうのもいいんじゃないかなというふうには思います。まあ個人的には結構ベースアイコンの頃から化けたというか、一気に強くなったのがこのリバウド、91のリバウドだなというふうに思うので、結構おすすめですね。で、そして続いては第6位ですね。第6位は FC プロライブウィリアンです。ウィリアン。まあ FC プロライブというふうなイベントからですね、プラス1能力が、されたウィリアンになるんですけど、まあ、値段も100万近くいってますし、結構強い選手に
なりますね。リバウドのような感じで本当にパスとかもうまくってシュートも打ててっていう選手になります。ただリバウドよりかは扱いがしやすかったりとかするので、本当に 4-4 の中で言ってもトップクラスの選手だと思います。相手に、ね、あんまりね自分は見ないんですけど、ただマジで強いです。うん、本当に強くって使いやすいしめっちゃ強いので、これ 5-5 とかになったらよりやばいなっていうのは思います。普通になんかみんなが使うようなね選手になると思います。で 4-4 でも自分は十分だと思ったんでここに入れたという感じですね。まあ単純にリバウドのような全体的な能力、何でもできるよっていう能力ありながら軽いっていう選手になるので非常におすすめですね。で、そして第5位ですね。第5位はベースアイコンリベリーです。リベリー、リベリーはねやっぱり今作から新アイコンの選手として出てきて 5-5 かつ、まあ能力自体はもっと高くあっていいんちゃうかってリベリーは思うんですけど、ただまあ88ありますし、で決定力とかあのシュート力とかちょっと低いんですけど、ただまあ逆足5だったりとかレジェンドもある程度86はありますし、全然決め切っては、くれます。でそれもある程度のシュート能力がありながらも、やっぱドリブルとまあスピードってところがこの人は一つ、特徴としてありますし、テクニカルのねプラス備えてるんで、かなりこの人もあのサイドウイングの選手としては使用感がいい選手になります。でパスも、まあ、ある程度はあの全然出せるし、逆足も5なんで両足ともに、うまいっていう選手になりますね。でやっぱ身長とかもちょっと低めの選手なんで、あのより本当に細かいタッチとかが、できつつ推進力もあるっていう選手になるんで本当に素晴らしいですね。でそして続いては第4位ですね。第4位はトリプルスレッドヒーロージノラです。ジノラ、この人もねマジでえぐいよ、マジでえぐい。この人持ってたらもう勝てるやん。まあベースのヒーローのジノラでもね、あの同じような感じなんですけど、もうベースヒーローそのジノラ持ってたらマジで勝てるみたいなレベルのカードをですね。だったらちょっとリベリーとかもちろんリバウド、ウィリアンとかでもめちゃくちゃ強いんだけど、ちょっとこのトップ4からワンランク強さが上がるかなというイメージですね。でジノラに関してもソン・フミンとかと同様に、まあサイドよりかは ST とかの方があの向いてるかなっていうのは思います。でドリブル自体は多分重たいと感じる人はね一定数いると思うんですけど、それ以上に、なんかプラスの要素が本当に多い。パスも上手いし決定力も高いしスピードでいけるし、でフィジカルもあるし 5-5 やしっていう、で多少ドリブル重たいけど、まあ敏捷性92もあるんで、本当になんかアンスパティとかだから、そのウィリアムとかそこまでは軽くはないけど、全然身長の割には扱えるっていうレベルなんで、めちゃくちゃね総合力っていうのが本当に高い選手、何でもできますっていう。で別にスキルを使わなくてもテクニカルのプラス備えてるんで、コントロールスプリントで運んでいくっていうこともできる。もう本当にね素晴らしい、まあ、アタッカー、まあ、LWLM の選手にはなりますね。本当ソンと同様にやっぱLW とかサイドでも活躍はできるけど、最適は ST だと思いますね。でそして続いては第3位ですね。第3位はサンダーストラックビニシウスジュニオールです。ビニシウス、この人はもうえぐいね。まあ ST でもこの人も全然いいんだけど、逆にこの人はもう単純にサイドに張らせてスピードとドリブルの軽さとっていう風なところが持ち味になるので、そこを活かすのが一番いいと思いますね。本当にドリブラーの方にとってはこれ以上ないカードかなという風に思います。もうそれぐらいマジで使用感がいいし、ダッシュしてるだけで本当に抜ける、抜き去ることができる。で一応フィジカルとかはないんだけれども、なんかねボディーコントロールとかなんかな、なんかぬる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 いけるんですよ。相手の体がなんか入れれないというか、なんか滑って入れれないみたいな、なんかそれぐらいの、選手になります。だからフィジカルの能力はあまり気にはしてないんですよね。だから本当にドリブルで抜くことができるし、相手を置いていくことができる。でもちろんそこから横パスってのもいいけど、中に行けそうやったら中に切り込んでシュートも打つことできるっていうのがやっぱりビニシウス、過去作どんぐらい前かな、2作品ぐらい前からやっぱ変わったところだと思うので、もうちょっと止められない
いいですね。本当止められない。で、レース差81かな。低いんですけど、なんかビニはね、全然決めれる力っていうのを持ってる選手になるので、うん、マジで簡単ですね。マジで楽になんかこう決定機を作ることができるっていうのが本当にいいところだと思います。でそして第2位ですね。第2位はサンダーストラックアイコンロナウジーニョです。ロナウジーニョ、もうこの人もえげついよ。値段もね1000万近かったね。900万ちょっとぐらいの値段になっていて、まあ、かなり幻のカードかなというふうには思います。まあ本当もう4位以上はもうほぼ変わらんみたいな感じですけど、ちょっとロナウジーニョ2位に、しましたね。まあ、世界大会でも使われていたというふうなこともありますし、クイックステップのプラスにトリックスターのプラスから変わったってところ、結構ねここはでかいと思いますね。トリックスターはやっぱりファティの時にはね話はしたんですけど、まあもうちょっといい方がね、みんなが使うプレイスタイルの方がいいなっていうふうには思うんで、そこでクイックステップに変わったっていうのはいいなというふうに思いますね。でもちろんこの人もまあ何でもできますね。うん、ドリブルでも、うん、めちゃくちゃ軽いし、いけるし、でスピードでも速いし、シュートもめちゃくちゃうまいし、逆足4だけど、もう全然逆足でも打っていいっていう決め切ることできるっていう選手。で、さらにそういう選手がパスもめっちゃうまいっていう。で、保険でロナウジーニョはフィジカルを持っているっていうところも、うん、本当に素晴らしくって、もうザ・理不尽なゴールとか突破っていうところができる選手になりますね。あとやっぱりなんでかロナウジーニョの元にボール転がってくるみたいな、跳ね返ってくるみたいな、もうディフェンダーからしたら無理やんみたいな。うん、そういうことが、まあ、できる選手、まあ、勝手にしてくれる、選手にはなるので、まあ、当たり前に強いな、というふうなところですね。で、そして、第1位ですね。第1位は、TOTW、エンバペです。エンバペ。もう、バペはね、まあ、一応これ、LW 登録なんで、このランキングに入れました。えぐいよ。やっぱりバペは。とんでもない、やっぱりバペ、ほんまに今作も。うん、えげついし、バペのおかげで突破できたっていう風な部分が、まあ非常に多く感じてる方おられるんじゃないかなと思います。特にバペ使ってる方、金でも。うん。バペやからこれいけてるみたいな。バペやからやっぱりダッシュしてるだけで、まあ置いていけてるやんみたいな。そういう風にね、感じてる人はね、多分多くおられると思います。で、クイックステップのね、プラスこの人もね、あってより速いですし、もともとペース自体は90、これだったら98なんですけど、もうカンストしてる120とかあるぐらいのね速さがね、この人なんか固有であると思うんですよ。めちゃくちゃ速いし、でかつその速さがありながらもなんかすぐに止まれたりとか、すぐになんか逆方向に切り返されたりとか、なんかそういう本当に細かさっていうのがあるので、1対1で止めるのはまあ無理ですね。1対1でも止めれないこの人は。でかつそういうずらした後にシュートもめっちゃ上手くなってるし、冷静さもねある程度89かな、まあ、全然高いし、シュートも本当に決め切ることができる。だから突破とシュートの部分と、あとはパスなんですけど、パスも全然出せるし、別にずらすっていうこともね、そこまでないし、なので使用感が良くて、理不尽さがあるし、相手からしても本当に嫌なアタッカーの選手にはなるので、とんでもないこの人は。もうマジでエグいです。本当に、まあ、スカット制限とかがなくても、多分世界大会で使われたら一番使用率が高くなるようなアタッカーの選手にはなるので、もうね、ちょっと理不尽さがとんでもなくある選手に、なりますね。まあ、じゃあね、こちらが現環境最強の LM、LW の選手たちになります。まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャン登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。